川端です。よろしくお願いします。今回はですね、四次方程式 x4乗-1=0 の時、この x をね求めなさいという問題です。解説していきます。まずはですね、この x4 乗をどう捉えるかということなんですけども、4乗は2乗の2乗と捉えてください。つまり x2 乗の2乗です。指数の計算の確認ですけれども、 a の x 乗の y 乗って言われたら、これ掛け算になります。 a の x かける y 乗になるんですね。なので逆に言うと、 a の x かける y 乗っていうのは a の x 乗の y 乗、つまりこの4っていうのを 2×2 と捉えて2乗の2乗というふうにやったわけですね。で、引く1イコール0になります。そうすると、ここで気づきますかね ?2 乗引く2乗の形になってるの分かりますか ?1 を1の2乗って考えれば、2乗引く2乗、A2 乗引く B2 乗は、和とさの積、括弧 A 足す B、括弧 A 引く B という具合になりますよね。なので、X2 乗の2乗引く1の2乗って考えて、括弧 X2 乗足す1、カッコ x2 乗引く1イコール0になります。で、ここでですね、さらにここ因数分解できますね。ここも1の2乗って考えれば、カッコ x2 乗足す1、カッコ x 足す1、カッコ x 引く1。という具合に、ここの部分ですね、因数分解するとこのようになりますよ、ということになります。そしたら、これかけて0なので、ここが0か、ここが0か、ここが0かなんですね。そうすると、x2 乗足す1が0か、x 足す1が0か、x 引く1が0。または、またはということになります。そうすると、これは x イコールマイナス1。これは x イコール1ですね。で、問題、こいつなんですけども、x2 乗イコールマイナス1ですね。で、2乗してマイナス1である一つの数を i と定めました。ね、i の2乗がマイナス1。2乗してマイナス1の数ね。これね、高校の範囲になります。高校2年生で、複素数っていうところを勉強するとね、虚数。2乗してマイナスになる数が世界です。2乗してマイナスになる数の世界がね、出てきます。i の2乗はマイナス1。ただですね、i の2乗もマイナス1ですけれども、マイナス i の2乗だってマイナス1です。これ i の2乗になってマイナス1になるね。なので、2乗してマイナス1になる数はプラスマイナス i というふうになります。よって、この4つがね、答えになりますよと。答えは x イコール i とマイナス i と1とマイナス1。この4つが答えになるということなんですね。まあ、中学生だったらね、1とマイナス1だけでいいのかなって気がしますけどもね、ここ2年生になるとですね、この、虚数、2乗してマイナスになる数が出てきますのでね、ぜひ覚えて、知らなかった人はね、覚えておいてください。わかったかな?以上で解説終わります。では。